ヘラクレスとアテナギリシャワインはギリシャ共和国で生産されるワインである。ワインはギリシャ語でローアルファシグマあるいはニューという。ギリシャは世界で最も古いワイン生産国の一つである。古代ギリシアはワインの歴史の上で重要な役割を果たした。特権階級の飲み物であったワインが庶民に広まったのはエーゲ海の諸島が最初と考えられている。ワインはここから ギリシャ本土やイタリア半島などへ普及していった。ギリシャワインは酸味が豊かなものが多い。サントリーニ島のワインギリシャ共和国の気候は、ブドウ栽培にとっては暑すぎる、乾燥しすぎる、突然の暴風があるなどの難点があるが、高原や北側の斜面での栽培などにより、成功している。3500年の伝統があるサントリーニ島にはフィローキセーラの害がない。サモス島では、 カトリック教会が生産用の甘口ワインを生産し、その生産権利がサモス県に譲渡されるなどした。ギリシャは生食用ブドウと干しブドウの生産も盛んである。食用として知られるマスカットはギリシャではワインの主要品種の一つである。ギリシャワインのボトルのラベルは商品名だけギリシャ文字で生産地やブドウ品種がラテン文字の場合や、 すべてラテン文字の場合がある。また、生産地はギリシャ語に、英語やフランス語が併記されることが多く、ギリシャ語が省かれることもある。ビザンツ時代のレディーフワイン作りは、フェニキア人の手によって、オリエントから古代ギリシア世界へ伝播した。その時期は、紀元前2000年頃であるとされる。当時、ワインは水割りの形でたしなまれた。現在ギリシャ語で、 ワインを指すカッパローアルファシグマという語は、混合を意味している。古代ギリシア世界では盛んに、ワイン醸造が行われ、ギリシャ人の活動とともに、地中海に広まった。古代、ワインなどの運搬、保存に用いられた陶器がアンフォラである。タソス島の博物館には、紀元前4世紀のものとされる、生産者と役人の名が刻印されたアンフォラがある。ローマ帝国の支配下。 修道院でブドウが栽培された。東ローマ帝国時代を通じてワインは生産されていた。オスマン帝国の支配下ではワイン生産は停滞気味だった。1960年代、春木力に拠点を置くワインメーカー、ドメーヌポルトカラスで先駆的な革新があった。1971年、ギリシャノ務ム省はワイン保護のための法を制定し、 ギリシャで最初の原産地故障としてナウサが認定された。1981年にギリシャが欧州連合に加盟し EU のワイン法が導入されるとともに投資の1985年には外国で勉強した栽培学者と醸造学者の帰国組によって新時代を明けた。2007年ドデカネス諸島最大の島ロドス島で 世界最優秀ソムリエコンクールが開催された。ギリシャのワイン法ではワインを4種類に格付け分類している。上から順にである。OPAP 認定ワインの封印。OPAP は高品質の原産地故障ワイン。オノマシアプロエレフシスアノテラスピオティタスの略である。ギリシャで最初に OPAP に認定されたのは1971年指定の OPAP なうさである。OPAP に認定された産地の70%は古代からの伝統を持つワイン産地である。熟成具合によりレゼルブとグランドレゼルブの表示が可能となる。OPE は甘口ワインとデザートワインに関しての原産地故障ワイン。オノマシアプロエレフシスエレフォメニの略である。原料となるブドウはマスカット種とマブロダフネタネ限定。 マスカットから甘口白ワイン及びデザートワインの白、マブロダフネからは甘口赤ワインが生産される。ものによってはワイン 1000ml 中 180g の残糖があり、ワインとしてかなり甘口となる。トッピコスイノスはバンドペイに相当する。クルタ記者のレチーナエピトラペジオスイノスはテーブルワインに相当する。エピトラペジオスイノスはさらに一般テーブルワイン、カバー。 伝統的アペラシオンに分類される。一般テーブルワイン一般テーブルワインは一般的な日常消費用のテーブルワインである。カバカバは熟成させたテーブルワイン。白は2年以上セラーもしくは損で熟成。赤は3年以上セラーで熟成。異なる品種によるワインをブレンドして熟成。スペインのカバとは別のワインである。伝統的アペラシオン伝統的アペラシオンには ギリシャ特有の白ワインが含まれる。ギリシャ共和国のワイン生産地域アハヤのワイン、醸造所エーゲ海諸島クレタ島中央ギリシャテッサリア、イッピロスイオニア諸島マケドニアペロポネソス半島、ワインメーカーの一つ。三つの突起になっている、ハルキディキ半島の中央の突起地帯、シトニア半島の先端に、ヨーロッパで最大の部類に入る、ブドウ園を所有し、 コートとメリトンローパプ認定ワイン等を生産ポルトカラスはリゾート地の名称としても知られるありがとうございます